パート5です日本艦隊のボロ負けに終わったミッドウェー海戦、そしてそれが3,5回海海戦の戦空を学ばなかったからだという先生からのお話いただきました。であのちょうどパート4の最後で山口多門だったらというそのお話になってきたんですが、えー、と最後に山口多門少将の噴戦みたいなものも。 えっと、お話ししととこううかなと思うんです、はい、で先生さっきの流れの中で2回攻撃飛竜から行っているというふうにおっしゃってましたね。はい、でこれはもう他の3つの空母がばばばっと燃えているのを見て、もうこれはしょうがないやというんで、うん、山口さんがもう自分で航空船の指揮を取るって言って、おやりになったわけですね。は、ね、はいい、うん まあ山口多門って面白い人ですよね、この人ね。うんうん、なんか、あのなんていうんでしょう、まあ結構、有毛果敢ですよね、この人はね。うんだから、ご飯いっぱい食べる人だったらしいですよ。そうなんかね、<laughs> 有名な話ですよね、さ四人分頼んで、三人しかいませんけどっつったら、いや、おバカうん、うん、俺が四人分食べるんだみたいな。うんうん、なんかだから、あのよく戦艦ヤマトの方に来てたのも、なんかあの、あヤマトの食事がうまいから。<laughs> ああそうそうそう、有名な話ですよね、なんかね。昔、役所工事がえっと山本創六で、阿部寛が、あのなんていうか、山口多門で。山口多門ですか。ええ、これ五六年前だったかと思うんですが、そんな映画の中で、もそのえっとご飯食べに行く山山口多門あの描かれていました。ははははいいいいあと、去年、昨年でしたか、あのやっぱりあの今度また新しく、なんと豊川悦次が、 山本十六をやるという、うん、あのミッドウェイという映画があったんです。で、その中でもやっぱり山口さん、もちろん出てきていて、で、えっ、ー、と、その奮戦ぶりが描かれていました。うん、であの、いつも思うんですけど、あの我航空権制の指揮を取るっていうのは、あれはでも、軍律違反だったんじゃないのかとふっと思うんですが、先生、どう思われます、うん、軍律違反ですよ、もちろん。はいうん、ね今度は本来は安倍部樹ですもんね。 自席指揮官の安倍浩明か。この人が指揮を取らなきゃいけないんですけど、まあもうだからそんなことやってる余裕はないよっていうことですよね。うん。あ、あの時安倍晃紀少将だったんですか、自席は。そうですよ。第8戦隊司令長官です。はい。自席指揮官です。安倍浩明です。正式な広、うん広明じゃないかな。あ、そうですまあ安倍晃安倍晃紀と呼んでました。全然いいと思いますけど、はい。まあ音速読みなんで問題ないと思います。うん。 でもうそれなかったことになってるわけです、その軍律違反と言いましょうか、それはもうその後、頑張ったからということで。うん、というか、もう、あのてんですか、勝手に発行信号出しちゃってますから、要は、なんだ、まあ、機動部隊全艦に対して、まず自分がこれから航空船の指揮を取ると、うん、まあだから南雲はね、まあ、要はもう重要艦の方うに移ってますしね。うんうん で,でも本来のこの海軍の組織からだったら、その時にそに、さっきの安倍,、うん、安倍さんからの、えっと、命令があって動かなきゃいけないわけですね、うん、そうですよ、うん、もちろん、ただ彼がね、うん、彼自身が飛龍に乗ってるから、うん、まあえ、なんていうんですか、まあまあまあ、僕はこういうのあんまり、あのなんていうんですか、もちろん、いやもちろんそうなんですで、ここで頑張ってくれたからこそ、反撃もできたんだけど、うんね、ただ、問題にはなんなかったのかななんていつも思うんですよ。 だから山口がこれ多分戦死してるからだと思います。ああ、そうか。うん、うん。だからあ山口さんとしてはもうじゃあこの信号を発したという段階でもう,あもう俺の命じゃないなと思って頑張ってたわけですね。まあ言えば。っていうかまあもうね、うん、要はだって残って自分だけで、うん、ってなったらまあもう戦死覚悟でしょ。よくあの一次攻撃、二次攻撃の。 あのパイロットに訓示の時にに俺も後から行くとかって、あれはもうやっぱ心からだったでしょうね、稲、うん、口さん、ね。飛竜一艦、少数の飛行機を買って、敵空母2隻に全艦隊のあだを奉じ得たるいわれはなきにあらずって、体当たりでやってこいって、うん、あ俺も後から行くぞと訓示したと、有名な話ですよね、うん、これは。で、第3次攻撃、白鵬攻撃もやろうと思ってたら、その前にあの、うん、あと、 まあそうですね、まあ、その、うん、まあ向こう側が攻撃してきたっていうことです,、ねうん、ですからこの、うん、このだから関東精神もアメリカ側はすごいですよね、やっぱりもう空母3つやってるから、もういいじゃんか、うん、じゃなくて、最後の一隻まで行くぜっていうもう一回またかけてくるっていう。これがよく言われるんですけど、日本海軍はね、もうなんか、騎士道精神みたいな、持っちゃってて、要はだから最後、とどめ刺さないみたいな。うん だからこれね、ダメなんですよ。要はこの当時のアメリカの、要はだから4隻来てんだから4隻全部、で向こうがボン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 攻撃してきてんだから、最後までやっ,やっつけないとっていう、これね、アメリカの発想が普通です。だからこの日本海軍のその起死道精神的なこう考えっていうのは、これね、あの結構いろんな本で批判されてますよ。うんでもとどめは刺すべきなんですね、<の>だから。 とどめを刺すべきというか、なんて言うんでしょう、まあ、だから、中世の武士みたいな、でこれ、なんでそんな風になっちゃうかっていうと、あのー、結局、えー、軍人の教育が良くないんですよ。結局、その戦争の教育をするときに、だから桶狭間とか、うん、関ヶ原とか、だからそういうその時代の、うん、まあもちろんそれは、なんだろうさ、作戦を指揮する能力とかを身につける際の、 1一つの具体例としては役に立つんだろうけど、結局、その時代の,なんかその武士道精神みたいなものまで身につけてしまっていて、うん、まあ武人的ロマンティズムみたいな言い方するんですけど、でこれがね、簡単に言うと、だよねっていうだからもうその、やたら空母や戦艦ばっかり狙うっていうか。あの、うん ででアメリカはっていうとこっちの商船をガンガン潜水艦で沈めて体力弱らせるっていう,うだからあのそういうなんかこう一騎打ちにこだわってるんですよねなんか、ね、そうそうそう,そう、ね、だからね、うん、その一騎打ち的な発想はもう鎌倉武しかお前らみたいなうん <laughs>、うん、しかもだからその暗号解読とかそういう先回りしてどうのこうのとかそういうのも卑怯でだかそう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 そ 敵に方確認していくぞ、<う>で、うん、やってこそ戦じゃないかみたいな、なんかちょっと中性っぽいですよね、うん、なんかやっぱり考え方が。10時大体いい45分までに、赤城、えー、加賀、えー、と総流これが大体、要は爆発炎上している中、10時50分、えー、飛龍は唯一、まあ、反撃を、まあ、いわゆる山口多門の独断で開始すると。 まあいう形になりますで、まあ、第一攻撃隊が、えー、とヨークタウンに3発ですね、空母に3発爆弾を的中させて、でその後もう1回戻ってきて、えー、また再びですね。で、それと,、えー、とこの時、まあ、飛竜はその赤城とか、まあ、加賀とか、蒼、え、龍、ー、から、まあ、要は何て言うでしょう、ゼロ戦が飛んでるじゃないですか。そのゼロ線を、まあ しゅ飛竜に収容しながら、まあ、戦いを続けています。はい、だから富永隊なんかも、この時戻ってきてますよ、うん、あで、なんか片道で行っちゃったんですね、富永隊はね。うん、そう。うん、というか、片道というかね、なんかね、タンクが穴開いてたのを、うん、えっと応急処置だけして行ったんだけど、もう要は、なんだその、左翼かなんかの燃料タンクからも、要はその漏れ漏れてる。 の燃料が漏れてる段階で、要はもう,う、帰ってこれませんよと。右翼タンクしかないから、帰ってこれませんよっていうのを振り切って、まあ、出撃したっていう話ですね。友永さんとしては、自分が打ったあの第二次攻撃のよう、ありと認むっていう、あれで、うん、結局こうなったっていうのは、多分分かってるだろうから。うん、まあ分かってるでしょうね。あねまあやっぱりだから。いられなかった、ねーーまあ、んでしょうか。いられなかったと思いますよ。 いやだから山口多聞もそうだと思いますよ、<で>結局。こんなも空母3隻もやられて、自分だけおめおめ、あんな帰るっていう選択肢はもうやっぱりないなと思います。うん、で、それは、まあ、わからなくはないです。すると、その時無言の無言の海軍の声として、南雲さんにおめおめ帰ってきたなっていうのはあったでしょうね。いや、当然あったでしょうね。 まあもちろんあの南雲は、あのなんかそのなんていうんですか、航空式能力とは別に、うそのうんん、艦隊式能力はやっぱあった人物だから、別に彼のその人望がないから攻撃されたとか、そういうわけではないけれど、うんまあやっぱちょっと、なんていうんですか、無事なんんていうですか戻ってきたよなっていうのはあったでしょうね。先生。 今回の,あの産後会とビッドウェイのお話なんですが、やはり戦訓を生かせなかった、その場合の戦訓というのは作敵及び空母の配置であったというのが一番心に残りました。うん、そして、えーと、当時の日本人は、特に軍人はそれを生かせなかったけれど、まあ、今、我々2021年に生きていて、やはり何かしら歴史から、あるいは自分の過去の失敗から学ぶっていうのは大事なのかなって思いました。うんはい えっと、範囲を5つにまとめました。1>, はいえっと、1つは、日本側の空母の配置ですね、臨境陣がやっぱりこれが問題があった。はい、なんか見事な臨境陣だったって証言ねう本当に狙ってくれと、とかか狙いやすいぞっていう。うん 2>, えー、2つ目が、えー、索的が不十分であったということですね。はいうん えー、3つ目が、えー、空母の防御、それから防火施設の不十分さとダメージコントロールという概念がないことですね。うん、まあ先ほども説明しましたけれども、えー、いずれの空母も、と飛リを除きますが、いずれの3空,空母も、致命傷ではないんだけれども、誘爆と火災で手がつけられなくなり、沈没しましたと、まあ、いう部分ですね。これはやっぱりそのダメーージコントロールの 不十分さ特に、まあ、あガソリンとかにまあ引火する、引火しやすいような状況、あとは格納庫が閉鎖的っていうのもこれ実は大きいんですよ。あ<ー>格納庫をこう少し開いておくだけで,ですね爆風が例えば外に出てったりするから、まあ、ダメージを少しでも、あのー、抑えられるんですけれども、ちなみにアメリカはそういう実は格納庫になっています。爆爆発する、ね、そう爆発するに決ままってかかららねだその爆風を 要は外に,に逃がす工夫がまあなされてないと,、えっと。4つ目が作戦の差です。えっと、日本側はミッドウェーの基地の攻撃、占領と機動部隊の全滅の両方が想定されていて二重目的の設定になっていたこれがですね、まあ、やっぱりその南雲の最後判断をおかしくした一つの要因だったと思います。はいで えと先ほど、範囲の2番で、機動部隊の策的が不十分だという、これがやっぱり一つ大きな要因だということを強調してますけれど、これはですね二重目的が設定されていたことが大きいと思います。<し>機動部隊の全滅を優先することを優先だと、はい、もう全滅が優先だと、機動部隊をやっつけることが、これを南雲に明確に伝えていれば、策的を丁寧にやったはずなんですよ。だから それをしなかったこと、ミッドウェイの基地も攻撃しなきゃいけないんだよなっていうような認識がやっぱ南雲にあったことが魚雷から大地を爆撃機でその後また再び魚雷に装備転換するという、まあ、いわゆる運命の5分間とかって呼ばれる、えー、装備転換に関する時間の浪費を招いたといえますがただこれももう少しちょっと申し上げておくと。 運命の5分間という言い方をすること自体に問題があります。というのは、うん、戦闘は5分や10分の行き違いは当然であり、作戦式はこうしたそごを踏まえて行われることが当然です言い訳に過ぎないんだよね、<う>結局で、はい、で繰り返しになの話になりますが、ミッドウェー海戦の最大の誤算は、10時25分頃からのわずか20分で主力空母3隻が戦闘不能になったことが最大の誤算なんですね。 でそのの攻撃されたことでも何でもないじゃ、ね、そ,そうなんですよ。攻撃されることは当たり前なんですよ。うん、だって戦場に出てきてるわけですから、うんで。それを招いたのは、まず一重に空母の配置が団子になっていたこと。うん、で、それから策的が不十分だったことです。で、じゃあその空母が団子になってしまっていたことは、何がいけないのかというと、産後海艦船のやっぱ戦訓を。 海軍全体が活かかせてなかったと、まあ、いうことになりますこれが5番目でしょうか。これが5番目。戦訓を活かす海文化が海軍にはなかったことと。はい、でまあそれ以外に、えーとまあ、今度じゃあアメリカ側の作戦がどうなんだっていうことで見ておくとアメリカ側はですね スプーランス少将が明確に空母の攻撃に集中させている、まあ、これはまあ当たり前なんですけどね、ただ、ミッドウェイ島は守らなくていいと、もう要は空母をひたすら攻撃しなさいと、でしかも先ほども述べたように、第一次攻撃隊が空母に帰還するタイミングで、艦載機が攻撃をかけるように、少し出撃を遅らせたこと、これはまあかなり的確なやっぱ作戦だった。 いうことが言えますでその的確な作戦ということにもう少し関連づけて言えばスプーランス少将がハルゼイの代わりに機動部隊の指揮官に就任できるアメリカの、まあ、日本に比べて柔軟な人事やはり能力がやっぱり上官の能力がやっぱり、ね、戦争の奇数を分けるという、まあ、非常に基本的な 原則に関して、アメリカは忠実だったという<生>。ことがいい。だから戦力的には、勝てるはずだったんだけれども、うん、負けたのは、やっぱり作戦的にも、まあ、やっぱり山本が後ろに来てたっていうのもでかいかな。山本が後ろに戦艦で来てるんだから、機動部隊は最後、戦艦が艦隊決戦でやっつけてくれるでしょぐらいの。 南雲はそう思ってたと思いますよ、僕は。うん,うん。う、まあ、うちの航空隊じゃなくて、後からゆっくりやってくる、あの、ヤマトや武蔵の手法で、あの、うん、ホーネットや、あれへんは、バンバンしうん。うんうん、だからそうすると、じゃあ、機動部隊の航空機は何するかっていうと、やっぱ、まあとりあえずはミッドウィッチにする。おびき出し。おびき出し。やっぱそこらへんの、これはまあ、あの、ま前も、 真珠湾攻撃の時もお話しましまたけど山本五十六っていうのがどちらかっていうと丁寧に説明するタイプじゃないよねタイプじゃない、ねうん、だからこれが海軍軍令部とはどなり合いはするんだけども部下とかに対してはまあなんて言うんだろう、うん、適当にやってくれみたいなそう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 なんかその <laughs> でそれが山本の、うん、要は包容力,、ね、力でもあり魅力でもあり、うん、あの彼のね要はその人気って 人気というかもう海軍の中での絶大なやっぱりこう山本さんについていくぞっていうのにはなるんだけれどもそれとやっぱ作戦命令を正確に伝えることは別次元の問題でだからここがやっぱね日本人って情緒が好きなんだな情緒優先だよなってよく言われますけど確かにな。 よく言われるその戦争にはその情緒が出るっていうのは本当そうなんですよね。さっきの騎士道精神もそうだけどね。そ、うん、そううだから負けるべくして負けだと言えなくはないですね。うんうん、今日はなんか産後会とミッドウェー海戦っていうので、えー、とちょっと盛りだくさんみたいになったんですけど非常にあの、はい、明確なあの先生からのメッセージっていうのを頂い,いたんで。 あのリスナーの皆さんも何かこれからの人生に生かしていってもらえるそんな話だったんじゃないかなと思いますありがとうございましたはい、ありがとうございました